どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルグループってありますよね。それと MGS リゾーツインターナショナルグループのホテルがですね、今回ですね、長期ライセンス契約ということで発表されましたので、こちらの解説とプラスアルファということで今回の動画ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、視聴者の方からですね、教えていただいて、今回ね、知ったわけなんですけども、本当にありがとうございます。いつもね、はい、公式サイトにもですね、こういった感じで、マリオットインターナショナルと MGS リゾートインターナショナルが長期ライセンス契約、マリオットボンボイと MGM コレクション作成を発表ということで、まあこれね、ちょっと Google 翻訳になってるんでね、ちょっと見づらい感じにはなってるわけなんですけども、マリオットボンボイホテルグループと MGS リゾートインターナショナルですね、長期ライセンス契約ということで、今回ね、マリオットボンボイがこの MGM グループをですね、特にね、買収したわけじゃなくて、まあ、長期ライセンス契約ということで、まあ、提携みたいな感じでですね、今回ね、発表されたって言った形になるんですよね。で、このね、MGS リゾーツっていうのはですね、ラスベガスを中心にね、あるホテルっていう風になりまして、米国とね、他の都市に約ね、4万室以上ね、誇る17リゾートをね、保有しているっていう風になりまして、まあ、今回ね、提携がね、発表されました。で、開始時期はですね、2023年の10月頃ね、開始予定っていう風になっておりまして、まあ、今後ね、マリオットボンボイのウェブサイトであったり、モバイルアプリありますよね。まあ、こういったものですね、2023年10月以降ね、この MGS リゾーツのホテルも利用することができるって言った形になります。開始当初はですね、ちょっとね、全部が全部利用することができなくて、全部がね、利用できるのは年末までにね、予定されているっていう風になりますんで、まあ、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思うんですけども、このね、MGM リゾーツのね、会員数っていうのが全世界でね、4000万人ほどいるみたいなんですよね。で、マリオットボンボイのね、会員数っていうのは世界中でですね、1億8000万人いるみたいなんですよね。ですんで、両方を足すとね、2億人を超えるということで、このマリオットボンボイのね、会員数1億8000万人もいるんですね。日本の人口よりね、いるっていうのはね、かなりびっくりなんですけども、まあ今回ね、この2つがですね、まあ提携みたいな感じになりまして、まあ会員数もね、2億2000万人超えということで、かなりすごいですよね。で、今回ね、長期ライセンス契約ということで、今後ですね、マリオットボンボイホテルでですね、このね、MGS リゾーツのホテルもね、宿泊することができますし、またね、利用した際にですね、マリオットボンボイポイントもね、こちらで獲得することができるっていう風になりますんで、今後はね、また利用することができるホテルがですね、かなりね、増えるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですよね。で、MGM リゾートのね、インターナショナルこのホテルグループね、まあ、知ってる方、知らない方ね、いらっしゃると思うんですけども、ラスベガスといえば、ベラージオっていうぐらいね、ベラージオホテルって有名なんですけども、皆さん知っておりますかね？旅行系の YouTuber の方もですね、ちょっとお名前をね、伏せさせていただきますけども、行かれてる方がね、いらっしゃいましたよね。本当にラスベガスといえば非常にね、このベラージオっていうのは有名で、まあ、噴水とかもね、結構有名なんですけども、あのベラージオはですね、今回ね、マリオットボンボイと、まあ、長期ライセンス契約ということで、利用することがね、今後できるようになるって言った形になるんですよね。で、ホテルブランドもですね、詳細にね、もう記載がされておりまして、このね、ベラージオリゾート&カジノっていうのが、ラグジュアリーコレクション。アリアリゾート&カジノはオートグラフコレクション。またパーク MGM はトリビュートポートフォリオの一部。で、ラスベガスのコスモポリタンはオートゴルフラフコレクションということで、もうブランドもね、ある程度ね、決まっているみたいですね。で、またですね、マリオットボンボイポイントで、イベントとかね、体験とかを利用することができる、まあ、私の動画でね、あんまり紹介することはないんですけども、マリオットボンボイモーメントってあるんですよね。ポイントで入札して、その体験がね、利用することができるみたいなね、まあ、イベントで、エンターテインメントであったり、スポーツの提供とかね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、こちらもですね、今後ね、予定されているっていう風になりますんで、非常にね、楽しみですよね。で、またですね、ステータス特典ありますよね。まあ、このマリオットボンボイね、プラチナとかゴールドとかチタンとかアンバサダーいろいろありますけども、まあ、こういったステータス特典とかね、そういったものに関しては、また今後ね、詳細が分かり次第ですね、発表されるっていう風になりますんで、またね、詳細分かりましたらですね、解説ね、出したいななんていう風に思いますので、まあ、ここはね、楽しみにしといていただきたいななんていう風に思うんですけども、私もね、ラスベガス行ったことないんでね、このベラージオホテルね、
ちょっと利用してみたいですよね。ラグジュアリーコレクションということで、値段はね、かなり高そうですけども、まあ、せっかくね、マリオットに入ったのであればですね、まあ、どういった感じでね、利用できるのかっていうのね、かなり気になるところですよね。はい、ということで今回ね発表がありました。それでは次にですね、マリオットボンボはですね、こちら海外ブログでね報じられている内容なんですけども、マリオットボンボはですね、ステータス会員向けにですね今ね調査を行っているということで、まあ日本の方でね、あのこの調査の対象になっている人ね多分いらっしゃらないんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、海外ではですね、こちらね、あったみたいで、まあ、調査内容はですね、プラチナステータス以上の方に、レイトチェックアウト、朝食、ランジについてね、まあ、調査、まあ、選択式のね、あの、設問みたいなのがね、来ているようで、こちらね、海外のブロガーの方もね、結構意見が分かれておりまして、まあ、今後ね、ステータスの解約がね、来るんじゃないかっていう人も言っていれば、まあ、それはちょっと現実的じゃないみたいな感じで、まあ、言ってる方もいらっしゃるということで、まあ、一応ね、調査自体が来て、まあ、マリオットボンボイはですね、やはりね、この朝食、ラウンジ、レイトチェックアウト、ここら辺がね、非常に負担になっているみたいなんですよね。まあ、私の動画ね、見ている方はね、結構知ってる方多いと思うんですけども、まあ、ヒルトンホテルね、今現在、アメリカ国内とモットーブランドのね、ホテルは全てね、朝食がホテルクレジットに切り替わっておりますよね。ですので、ゴールドでもダイヤでもね、ステータス持っていても、アメリカ国内、またね、モットーホテルブランドでは朝食をね、利用することができないんですよね。ですので、クレジットはもらえるんですけども、それではね、朝食は食べれないみたいな、まあ、そういった感じに切り替わってるっていう風になってるんですよね。まあ、こういった感じで、このホテルのね、このラウンジとか朝食、レイトチェックアウトっていうのは、非常にね、負担になっているっていう風になりますんで、まあ、マリオットもね、ここにメスが入るのではないのかな、なんていう風に言われてるんですよね。まあ、他のブロガーの方とはですね、いや、解約は入らない。この解約は入らないけども、レイトチェックアウトかポイントの選択、朝食かポイントの選択、ラウンジアクセスとポイントの選択みたいな、利用することはできるんですけども、選択肢が与えられるんじゃないかみたいな、まあ、こういった感じでね、予想されている方も、まあ、いらっしゃるっていう風になりますんで、まあ、もしかしたらですね、今後ね、このプラチナステータス以上ね、特に解約が入るんだったらプラチナだと個人的には思うんですけども、今後ね解約が入ってくるかもしれないですね。やはりね、マリオットボンボイのステータスプログラムって、まあ、ゴールド、プラチナ、チタン、アンバサダーって結構枠が広いですよね。まあ、ヒルトンとかゴールド、まあ、ゴールドユーだとゴールドとダイヤしかないんで、非常に分かりやすい、まあ、2つしかないんでね、分かりやすいですけども、マリオットと結構ね、たくさんありますんで、まあ、これを考えるとですね、ちょっとね、一番メスが入りやすいのはね、まあ、プラチナになってくるかななんていうふうに思うんですけども、一応ね、こういった話がね、海外ブログでね報じられているっていうことは頭ね入れといていただければななんていうふうに思います。それでは次にですね、今ね、マリオットボンボイでターゲットオファーね来てる方いらっしゃるみたいですので、ぜひね、マリオットボンボイのアプリのプロモーション画面ね、ぜひチェックしていただければなと思います。こちらも海外のねブロガーの方で、週末ダブルポイント、もしくは、ダブルポイント、こちら週末関係なくですね、あとね、宿泊実績2倍のねオファーが来てる方いらっしゃるっていう風になりますんで、これはねめちゃくちゃいいですよね。ちょっとね、国内で宿泊するっていうのはね、ちょっと今ねかなりね値段お高いので、まあ、海外のね安い地域になってしまうかもしれないんですけども、まあ、宿泊実績2倍もね来ている方いらっしゃるみたいなですので、ぜひねアカウントねチェックしてみていただければななんていう風に思います。こちらね、ツイッターでもちょこちょこね来ている方いらっしゃいましたので、もしかしたらですね、私のね視聴者の方で来ている方もねいらっしゃるかもしれないですね。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。